ティム・ケネディは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、カリフォルニア州、サンルイス・オビスポ出身、ジャクソンズ・ MMA 所属、アメリカ陸軍特殊部隊の一等軍曹であり、ウサーマ・ビン・ラーディンの捕獲作戦にも参加している。空手と充実を学び、ミズーリー・コロンビアカレッジ在学中の2001年に、総合格闘技デビュー。大学卒業後は、アメリカ陸軍に入隊し、 グリーンベレーの隊員として、アフガニスタン紛争やイラク戦争で戦果を上げ、ブロンズスターメダルを授与された。2009年6月19日、ストリックフォース初参戦となった、ストリックフォースチャレンジャーズ2で、ニック・トンプソンと対戦し、パウンドでギブアップ勝ちを収めた。2010年8月21日、ストリックフォース、ヒューストンの世界ミドル級王座決定戦で、 コナウド・ジャカレーと対戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2011年3月5日、ストリックフォース・フェイジョン vs ヘンダーソンでメルビン・マヌーフと対戦し、リアネーキド・チョークで一本勝ちを収めた。2011年7月30日、ストリックフォース・フェイドア vs ヘンダーソンでロビー・ローラーと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。 2012年7月14日、ストリックフォース、ロックホールド VS、ケネリーの世界ミドル級タイトルマッチで、ルーク・ロックホールドと対戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2013年7月6日、UFC 初参戦となった UFC162 で、ホジャー・グレーシーと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。 2013年11月6日、UFC Fight for the Troops 3で、ハファイル・ナタウと対戦し、パウンドで小勝ち。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2014年4月16日、UFC Fight Night ビスピング VS ケネディで、ミドル級ランキング5位のマイケル・ビスピンと対戦し、判定勝ち。2014年9月27日、 UFC178 でミドル級ランキング10位のヨエル・ロメロと対戦し、パウンドで TK を負け、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。試合後に 2R 終了後のインターバルに、ロメロが余分に28秒間休み続けた行為を、不服とし、ネバダ州アスレチック・コミッションへ提訴したが、最低は覆らなかった。2016年12月10日、2年3ヶ月ぶりの、 復帰戦となった UFC206 でケルビンがステラムと対戦し、パウンドで TKO 負け。2連敗となり試合後に引退を表明した。ありがとうございます。